ミハイ・アントネスクは、ルーマニア王国の政治家、教授、イオン・アントネスクとは、遠赤関係、第二次世界大戦中の副首相権外務大臣、イーラバ出身。1940年9月、イオン・アントネスク政権樹立後、宣伝大臣に任命された。1941年6月、外務省に任命され、1942年から1944年まで、 副首相を兼任した。イオンの不在時には国家指導者を対抗した。ドイツの圧力により反ユダヤ人法を採択し、ユダヤ人を逮捕した。一方で、ドイツとの協力に上限線を定めようと努め、交渉のため再三ドイツを訪問した。スターリングラード攻防戦でのルーマニア軍撃破後、西側との単独和平の構想に傾き、イオンの委任により、ルーマニア、 イタリア、ハンガリー3カ国の戦線離脱の可能性をイタリアに打診し始めた。ベニートム・ソリーニからは肯定的な反応が得られたが、その後の進展はなかった。1943年2月には、中スイス、ポルトガル、スペイン大使館を通して連合国と接触を図った。同年4月、アドルフ・ヒトラーは、ミハイの悲鳴をイオン・アントネスクに要求したが、 これは拒否された。1944年8月23日、イオンと共に逮捕され、ソ連に移送された。戦後、ルーマニア共産政権に引き渡される。1946年5月17日、死刑を言い渡され、重殺された。ありがとうございます。